こんにちは。今日の講義は書籍、市場心理とトレードビッグデータによるセンチメント分析です。この著作は、金融市場における投資家の心理と行動を深く掘り下げた画期的な研究書です。著者のリチャード・L・ピーターソン氏は、長年にわたり市場心理学の分野で先駆的な研究を行ってきた専門家です。本書の核心は、ビッグデータとセンチメント分析を駆使して、市場参加者の心理状態を把握し、それをトレーディングに活用する方法を解説することにあります。現代の金融市場では情報の流れが非常に速く、その量も膨大です。そのため従来の分析手法だけでは市場の動きを正確に予測することが困難になっています。ピーターソン氏はこの課題に対して革新的なアプローチを提案しています。まず本書の構成について詳しく見ていきましょう。全体は5つの部分に分かれており、それぞれが市場心理とトレードに関する重要な側面を扱っています。第1部は基礎と題され、人間の知覚、脳の働き、心と感情、情報処理のメカニズムについて解説しています。これらの基本的な概念を理解することは、後の章で展開される高度な分析手法を理解する上で不可欠です。例えば人間の脳がどのように情報を処理し、どのような認知バイアスが働くのかを知ることで、市場参加者の行動をより深く理解することができます。この部分では、センチメンタルマーケットという概念も紹介されています。これは、市場が単なる数字の集合体ではなく、人間の感情や心理状態が反映された場であるという考え方です。また、ノイズの中のシグナルを探すという章では、膨大な情報の中から本当に重要なシグナルを見つけ出す方法について詳しく説明されています。第2部は短期のパターンに焦点を当てています。ここでは日々の市場の動きに影響を与える要因について詳細に分析しています。例えばニュースや噂が市場にどのような影響を与えるのか、1日の中で価格がどのように変動するのか、週単位でどのようなパターンが見られるのかなどが解説されています。特に興味深いのは唯一恐れるものという章です。ここでは市場参加者の恐怖心が価格形成にどのような影響を与えるかが詳しく分析されています。恐怖は時として非合理的な行動を引き起こし、それが市場の急激な変動につながることがあります。この章ではそうした現象を理解し、それを予測するための手法が紹介されています。第3部は長期パターンを扱っています。ここではより長期的な市場のトレンドや価格のモメンタムについて解説されています。バリュー投資の考え方や市場参加者の怒りや不信感が長期的にどのような影響を与えるかなども詳しく分析されています。特に注目すべきはリーダーの心理という章です。ここでは企業のリーダーや政策決定者の心理状態が市場にどのような影響を与えるかが解説されています。例えばある企業の CEO の発言や行動がその企業の株価だけでなく業界全体や時には市場全体に影響を与えることがあります。この章ではそうしたリーダーの心理を分析し、その影響を予測する方法が紹介されています。第4部は複雑なパターンと珍しい資産を扱っています。ここでは通常の株式市場だけでなく商品市場や通貨市場などより複雑な市場についても詳しく解説されています。特に興味深いのはバブルの形成と崩壊に関する分析です。バブルは市場参加者の過度の楽観主義や群衆心理によって引き起こされることが多いですが、その形成過程や崩壊のタイミングを正確に予測することは非常に難しいとされてきました。しかし本書ではビッグデータとセンチメント分析を用いることでバブルの形成過程をより正確に把握し、そのピークや崩壊のタイミングを予測する方法が紹介されています。またこの部分では経済指標の分析方法についても詳しく解説されています。従来の経済指標の分析に加えてソーシャルメディアのデータなども活用することでより正確な経済予測が可能になるという興味深い提案がなされています。第5部は心を管理するというテーマで、トレーダーや投資家自身の心理管理について解説しています。市場で成功するためには自分自身の感情をコントロールし、冷静な判断を下すことが不可欠です。この部分ではストレス管理や感情のコントロール、
意思決定の心理学など実践的なアドバイスが豊富に盛り込まれています。本書の特筆すべき点は理論と実践のバランスが非常に良いことです。高度な理論や最新の研究成果が紹介されていますが、それらが実際のトレーディングにどのように応用できるかが具体的に説明されています。例えばソーシャルメディアのデータを分析して市場のセンチメントを測定する方法や、そのデータを用いて投資戦略を立てる方法などが詳細に解説されています。また本書では多くの事例研究やケーススタディが紹介されています。これらの実例は理論を理解する上で非常に役立ちます。例えば2008年の金融危機や様々な株式市場のバブルとその崩壊など歴史的な事例が詳細に分析されています。これらの事例を通じて市場心理がどのように形成され、どのように変化していくのかを具体的に学ぶことができます。本書の中で特に興味深いのはソーシャルメディアの分析に関する部分です。現代ではツイッターやフェイスブックなどのソーシャルメディアが情報の伝播や世論の形成に大きな影響を与えています。本書ではこれらのプラットフォームから得られるデータを分析することで市場のセンチメントをリアルタイムで把握する方法が紹介されています。例えば特定の企業や商品に関するツイートの数や内容を分析することで、その企業の株価や商品の価格がどのように変動する可能性があるかを予測することができます。またソーシャルメディア上での議論の盛り上がりを分析することで特定の業界や市場全体のトレンドを把握することも可能です。このようなソーシャルメディア分析は従来の金融データ分析とは全く異なるアプローチであり、本書の革新的な点の一つと言えるでしょう。ただし著者は同時にこのような分析にも限界があることを指摘しています。ソーシャルメディアのデータは膨大でノイズも多いため、そこから有意義な情報を抽出するには高度な技術と経験が必要です。またソーシャルメディアの情報が必ずしも市場の実態を正確に反映しているとは限らないという点にも注意が必要です。本書のもう一つの特徴は心理学的な洞察の深さです。著者は人間の心理や行動パターンについて深い理解を持っており、それを市場分析に応用しています。例えば認知バイアスや群衆心理、恐怖と貪欲のサイクルなど人間の心理に根ざした現象が市場にどのような影響を与えるかが詳細に分析されています。特に興味深いのはアンカリングや確証バイアスといった心理学的概念が投資行動にどのように影響するかについての解説です。アンカリングとは人間が意思決定をする際に最初に与えられた情報や数値に過度に影響されてしまう傾向のことです。例えばある株式の過去の最高値を知っている投資家はその値段をアンカーとして現在の株価がそれよりも低ければ安いと判断してしまう可能性があります。確証バイアスは自分の既存の信念や仮説に合致する情報ばかりを重視し、それに反する情報を無視または軽視してしまう傾向のことです。投資の文脈では例えばある企業に投資した投資家がその企業に関するネガティブな情報を無視し、ポジティブな情報ばかりに注目してしまうような状況が該当します。本書ではこうした心理的バイアスが市場全体にどのような影響を与えるか、そしてそれをどのように克服しより客観的な分析を行うことができるかについて詳しく解説されています。これは単に市場を分析するだけでなく自分自身の投資行動を改善したいと考える読者にとっても非常に有益な情報となっています。また本書では感情の役割についても深く掘り下げています。従来の経済学や金融理論では市場参加者は常に合理的に行動すると仮定されることが多かったのですが、現実の市場ではそうとは限りません。恐怖、貪欲、興奮、失望といった感情がしばしば投資判断に大きな影響を与えます。本書ではこれらの感情がどのように市場に影響を与えるか、そしてそれをどのように測定し予測に活用できるかについて詳しく解説されています。例えば市場全体の恐怖指数を測定する方法や特定の出来事に対する市場の感情的反応を予測する手法などが紹介されています。さらに本書では文化的な要因についても言及されています。グローバル化が進んだ現代の金融市場では
異なる文化圏の投資家が同じ市場で取引を行っています。しかし文化によってリスクに対する態度や投資スタイルが大きく異なることがあります。本書ではこうした文化的な違いが市場にどのような影響を与えるか、そしてそれをどのように分析に組み込むべきかについても解説されています。本書の後半ではこれらの理論や分析手法を実際のトレーディングに応用する方法について詳しく説明されています。例えばセンチメント分析に基づいてポートフォリオを構築する方法や市場の心理状態に応じてリスク管理を行う手法などが紹介されています。特に注目すべきは著者が提案するアダプティブマーケットハイポシス、適応的市場仮説です。これは効率的市場仮説と行動ファイナンス理論を統合しようとする新しいアプローチです。この仮説によれば市場は完全に効率的でも非効率的でもなく環境に応じて変化し適応していくものだとされています。この考え方に基づくと市場の効率性は時間とともに変化し、また市場のセグメントによっても異なります。つまりある時期やある市場セグメントでは非常に効率的に価格が形成されるかもしれませんが、別の時期や別のセグメントでは非効率な状態が続く可能性があるのです。この仮説は、なぜある投資戦略が特定の期間や特定の市場で有効に機能し、別の期間や市場では機能しないのかを説明するのに役立ちます。また、この仮説に基づいて、市場の状態に応じて投資戦略を適用させていく必要性も強調されています。本書の最後の部分ではこれらの理論や手法を実践する上での課題や注意点についても言及されています。例えばビッグデータの扱い方や機械学習アルゴリズムの限界、倫理的な問題などについても詳しく解説されています。著者はテクノロジーの進歩によって可能になった新しい分析手法に大きな期待を寄せつつも、同時にそれらを過信することの危険性も指摘しています。例えば機械学習アルゴリズムは膨大なデータから有用なパターンを見つけ出すことができますが、そのパターンが将来も継続するという保証はありません。またアルゴリズムが見つけ出したパターンが実際には意味のない偶然の相関を見つけ出すこともあります。このようなリスクを理解し慎重にデータを扱うことが重要です。また倫理的な観点からも注意が必要です。特にセンチメント分析やビッグデータを利用する際には個人のプライバシーやデータの取り扱いに関する問題が浮上します。情報を収集する際にはその情報がどのように利用されるのか、またその結果が誰にどのような影響を与えるのかを考慮する必要があります。投資活動は単に利益を追求するだけでなく社会全体に対して責任を持つ行動でもあるべきです。本書ではこれらの課題に対しても真摯に向き合いながら、投資家やトレーダーがどのように市場心理を理解し自らの投資戦略を構築していくべきかについて具体的な指針が示されています。市場は常に変動し続けており、その変化に適応するためには柔軟な思考と新しい知識が求められます。このように市場心理とトレードビッグデータによるセンチメント分析は単なる理論書ではなく実践的な知識と洞察を提供する貴重な一冊です。市場参加者として成功するためにはこの書籍で紹介されている考え方や手法を学び、それを自らの投資活動に応用していくことが不可欠です。著者は読者に対して単なる情報提供にとどまらず自分自身の思考方法や行動パターンを見直す機会を提供しています。この書籍はトレーダーや投資家だけでなく市場心理学や行動経済学に興味がある方にも非常に有益です。市場は常に変化し続けており、その背後には人間の心理が大きく影響しています。この書籍を通じて市場心理の理解が深まることでより良い投資判断ができるようになるでしょう。金融市場で成功するためには理論と実践を融合させた知識が不可欠であり、本書はそのための強力なツールとなること間違いありません。この講義では本書の内容について幅広く解説しましたが、実際には読者自身がこの知識をどのように活用するかが最も重要です。市場心理を理解しそれをもとにしたトレーディング戦略を構築することで多くの可能性が広がります。ぜひ本書を手に取り自らの投資活動に役立てていただければと思います。さてここまで
市場心理とトレードビッグデータによるセンチメント分析についてお話ししました。ここからはこの書籍の内容をさらに掘り下げ、現代の金融市場における実践的な応用について考えていきましょう。まず本書で紹介されているセンチメント分析の手法は、従来の金融理論に新たな視点をもたらしています。従来の効率的市場仮説では、市場参加者は常に合理的に行動し、全ての情報が即座に価格に反映されると考えられてきました。しかし現実の市場では、人間の感情や認知バイアスが大きな役割を果たしています。例えばアンカリング効果という心理学的現象があります。これは人間が意思決定をする際に、最初に与えられた情報や数値に過度に影響されてしまう傾向のことです。投資の文脈で考えると、ある株式の過去の最高値を知っている投資家は、その値段をアンカーとして、現在の株価がそれよりも低ければ安いと判断してしまう可能性があります。これは必ずしも合理的な判断とは言えません。また確証バイアスも投資判断に大きな影響を与えます。これは自分の既存の信念や仮説に合致する情報ばかりを重視し、それに反する情報を無視または軽視してしまう傾向のことです。例えばある企業に投資した投資家が、その企業に関するネガティブな情報を無視し、ポジティブな情報ばかりに注目してしまうような状況が該当します。このような心理的バイアスは個人投資家だけでなく、プロの投資家にも影響を与えます。そのため市場全体のセンチメントを理解し、それを投資判断に活用することが重要になってきています。本書で紹介されているビッグデータを活用したセンチメント分析は、こうした心理的バイアスを定量的に測定し、投資判断に活用する手法です。例えばソーシャルメディアの投稿を分析することで、特定の企業や商品に対する市場の感情を測定することができます。具体的にはTwitter や Facebook などのソーシャルメディアの投稿を自然言語処理技術を用いて分析します。投稿の内容がポジティブなのかネガティブなのか、あるいは中立なのかを判断し、それを数値化します。これによって市場全体のセンチメントを見える化することができるのです。このような分析は個別の銘柄だけでなく、業界全体や市場全体のセンチメントを測定するのにも活用できます。例えばテクノロジー業界全体に対する投資家のセンチメントが急激に悪化している場合、その業界の株価が下落する可能性が高いと予測できます。またセンチメント分析は市場の転換点を予測するのにも役立ちます。例えばある銘柄に対するセンチメントが極端に悲観的になった場合、それは逆に買いの機会を示している可能性があります。なぜなら市場のセンチメントが極端になると、それが反転する可能性が高くなるからです。ここで重要なのは、センチメント分析は単独で使用するのではなく、他の分析手法と組み合わせて使用することです。例えばファンダメンタル分析やテクニカル分析と組み合わせることで、より精度の高い投資判断が可能になります。さらに本書ではアダプティブマーケットハイポシス、適応的市場仮説という概念も紹介されています。これは市場は完全に効率的でも非効率的でもなく、環境に応じて変化し適応していくものだという考え方です。この仮説に基づくと、市場の効率性は時間とともに変化し、また市場のセグメントによっても異なります。例えばある時期には特定の投資戦略が有効に機能するかもしれませんが、市場環境が変化するとその戦略の有効性が失われる可能性があります。そのため投資家は常に市場環境の変化に適応し、自らの戦略を柔軟に変更していく必要があります。この適応という概念は生物学の進化論からヒントを得ています。チャールズ・ダーウィンの進化論では、環境に最も適応した個体が生き残り、その特性を次世代に伝えていくとされています。同様に金融市場でも、環境に最も適応した投資戦略が生き残り発展していくと考えられるのです。この考え方は投資家にとって非常に重要な示唆を含んでいます。つまりこれが最良の投資戦略だと固定観念を持つのではなく、常に市場環境の変化に注意を払い、自らの戦略を柔軟に変更していく必要があるということです。例えば
2008年の金融危機以前は買い持ち戦略が多くの投資家に支持されていました。しかし金融危機後は市場の変動性が高まり、短期的なトレーディング戦略がより有効になりました。そして現在ではパッシブ投資やインデックス投資が主流になっています。このように市場環境の変化に応じて有効な投資戦略も変化していくのです。本書ではこのような市場環境の変化を捉えるためのツールとしてビッグデータとセンチメント分析を活用することを提案しています。例えばソーシャルメディアの投稿を分析することで市場参加者の心理状態をリアルタイムで把握し、市場環境の変化を素早く察知することができます。また本書ではマクロ経済指標の重要性についても言及されています。従来の経済指標、国内総生産成長率、インフレ率、失業率などに加えてビッグデータを活用した新しい経済指標の可能性も示唆されています。例えば Google の検索トレンドデータを分析することで消費者の関心や行動の変化をリアルタイムで把握することができます。またクレジットカードの利用データを分析することで消費動向をより正確に予測することができます。これらの代替データは従来の経済指標を補完し、より精度の高い経済予測を可能にします。さらに本書では行動ファイナンスの重要性についても強調されています。行動ファイナンスは人間の心理や行動が金融市場にどのような影響を与えるかを研究する学問です。従来の金融理論が合理的な経済人を前提としているのに対し、行動ファイナンスは人間の非合理性や感情的な側面に注目します。例えば損失回避という概念があります。これは人間が利益を得ることよりも損失を避けることに強い動機づけを感じる傾向のことです。投資の文脈で考えると、投資家は利益が出ている銘柄を早めに売却してしまう一方で、損失が出ている銘柄を長く保有し続けてしまう傾向があります。これは必ずしも合理的な行動とは言えません。また過信も投資判断に大きな影響を与えます。多くの投資家は自分の判断能力や予測能力を過大評価する傾向があります。これはリスクの過小評価や過度の取引につながる可能性があります。本書ではこれらの行動ファイナンスの知見をビッグデータとセンチメント分析と組み合わせて活用することを提案しています。例えば市場全体の過信の度合いを測定し、それが極端に高くなった場合は市場の転換点が近いと予測することができます。また本書ではニューロファイナンスという新しい研究分野についても触れられています。ニューロファイナンスは脳科学の知見を金融の分野に応用する学問です。例えば機能的磁気共鳴画像法を用いて投資判断を行っている際の脳の活動を観察することで人間の意思決定プロセスをより深く理解しようとしています。これらの研究は投資家の行動をより正確に予測し、それを投資戦略に活用することを可能にします。例えば特定の市場状況下で投資家の脳がどのように反応するかを理解することで市場の動きをより正確に予測できる可能性があります。本書の中で特に興味深いのはこれらの最新の研究成果を実際の投資戦略にどのように応用するかについての具体的な提案です。例えばセンチメント分析とテクニカル分析を組み合わせた新しい投資指標の開発やニューラルネットワークを用いた市場予測モデルの構築などが紹介されています。また本書ではクオンツ投資の進化についても言及されています。クオンツ投資とは数学的モデルやアルゴリズムを用いて投資判断を行う手法です。従来のクオンツ投資は主に過去のデータを分析して投資判断を行っていましたが、最新のクオンツ投資ではリアルタイムのデータやセンチメントデータも活用されています。例えばニュース記事やソーシャルメディアの投稿をリアルタイムで分析し、それをもとに瞬時に取引を行うアルゴリズムが開発されています。これらのアルゴリズムは人間では処理しきれない膨大な情報を瞬時に分析し、投資判断を行うことができます。しかし本書では同時にこのようなアルゴリズム取引の限界についても指摘されています。例えば2010年5月6日に起きたフラッシュクラッシュはアルゴリズム取引のリスクを顕在化させた事例として紹介されています。フラッシュクラッシュとは
ダウ平均株価が数分間で約1000ポイント急落した出来事で、アルゴリズム取引が市場の急激な変動を増幅させたと考えられています。このような事例はテクノロジーに過度に依存することの危険性を示しています。本書ではテクノロジーを活用しつつも人間の判断力や直感も大切にすることの重要性が強調されています。さらに本書ではサステナブル投資や環境、社会、ガバナンス投資といった新しい投資概念についても触れられています。これらは単に財務的なリターンだけでなく、環境、社会、ガバナンスの要素も考慮に入れた投資手法です。興味深いのはこれらの非財務的要素もセンチメント分析の対象になりうるという点です。例えばある企業の環境への取り組みに対する社会の評価をソーシャルメディアの投稿から分析することができます。これによってその企業の長期的な成長性や持続可能性をより正確に評価することができるのです。本書の最後の部分ではこれらの新しい投資手法や概念を統合した総合的な投資アプローチが提案されています。これは従来の財務分析、テクニカル分析に加えてセンチメント分析、行動ファイナンス、ニューロファイナンスの知見を組み合わせたより包括的な投資手法です。例えばある企業に投資を検討する際、以下のような手順で分析を行います。まず従来の財務分析で企業の財務健全性を確認します。次にテクニカル分析で株価のトレンドを把握します。そしてセンチメント分析でその企業に対する市場の評価を測定します。さらに行動ファイナンスの知見を用いて現在の市場心理が合理的かどうかを判断します。最後に環境、社会、ガバナンス要因も考慮に入れてその企業の長期的な持続可能性を評価します。このような総合的なアプローチは単一の分析手法に依存するよりもより正確で信頼性の高い投資判断を可能にします。また市場環境の変化にも柔軟に対応できる強みがあります。本書の真の価値はこれらの最新の研究成果や投資手法を実践的な投資戦略として具体化している点にあります。著者は理論と実践を融合させることで読者が市場心理を理解しより良い投資判断を下すための道筋を示しています。具体的にはセンチメント分析を活用することで投資家は市場の動向をよりリアルタイムで把握できるようになります。例えば特定の企業に関するニュースが流れた際、そのニュースがどれほど市場に影響を与えるかを事前に予測することが可能です。このような情報はトレーディングのタイミングや戦略に大きな影響を与えます。また本書では実際のケーススタディも豊富に紹介されています。これらの事例は理論がどのように実践に応用されているかを具体的に示しており、読者が自身の投資スタイルに取り入れる際の参考になります。例えば過去の市場クラッシュやバブル形成時のセンチメントデータを分析し、それがどのように価格変動に結びついたかを解説しています。さらに著者はテクノロジーの進化にも触れています。人工知能、 AI や機械学習、マシンラーニングなどの技術は今後ますます金融市場で重要な役割を果たすでしょう。これらの技術を活用することで大量のデータから有意義な情報を抽出し市場動向を予測する精度が向上します。しかしながらテクノロジーに対する過信も危険です。データやアルゴリズムだけでは市場全体の動きを完全には理解できません。人間の判断力や直感も重要であり、それらを組み合わせることでより良い結果が得られると著者は強調しています。また本書では倫理的な側面についても考察されています。特にビッグデータやセンチメント分析を行う際には個人情報やプライバシーへの配慮が不可欠です。投資活動は利益追求だけでなく社会全体への責任も伴うものです。この視点から自らの行動がどのような影響を及ぼすかを考えることも重要です。このように市場心理とトレードビッグデータによるセンチメント分析は現代の金融市場で成功するための新しい知識と視点を提供しています。著者は市場心理学とビッグデータ分析という2つの分野を融合させることで新たな投資戦略の可能性を示唆しています。読者としてはこの書籍から得た知識をもとに
自身の投資スタイルや戦略を見直す良い機会となるでしょう。また、市場環境が常に変化する中で、自らも柔軟に適応し続けることが求められます。本書で紹介されている手法や考え方は、そのための強力な武器となるでしょう。この講義では、本書の内容について幅広く解説しましたが、実際には読者自身がこの知識をどのように活用するかが最も重要です。市場心理を理解し、それを元にしたトレーディング戦略を構築することで、多くの可能性が広がります。ぜひ、本書を手に取り、自らの投資活動に役立てていただければと思います。以上、本日の講義では、市場心理とトレードビッグデータによるセンチメント分析を通じて、現代の金融市場における新たな分析手法と投資戦略について詳しく見てきました。この書籍が提示する考え方は、従来の金融理論に革新的な視点をもたらしています。特に印象的だったのは、人間の心理と行動が市場にどれほど大きな影響を与えているかという点です。我々は往々にして、市場を冷徹な数字の世界だと考えがちですが、実際にはそこには人間の感情や認知バイアスが深く関わっています。この人間的な要素を理解し、それを定量的に分析する手法を学ぶことは、現代の投資家にとって非常に重要です。また、テクノロジーの進化が金融市場にもたらす変化についても考えさせられました。ビッグデータやセンチメント分析、さらには人工知能や機械学習といった最新技術が、投資の世界にどのような革新をもたらすのか。これは単に投資手法の問題だけでなく、市場の在り方自体を変える可能性を秘めています。一方で、テクノロジーへの過度の依存がもたらすリスクについても、本書は警鐘を鳴らしています。アルゴリズム取引が引き起こす市場の急激な変動や、データ分析に基づく判断の限界など、新しい技術がもたらす課題にも目を向ける必要があります。さらに、本書が提唱するアダプティブマーケットハイポシス、適応的市場仮説は、市場を見る新しい視点を提供してくれます。市場は常に変化し、そこで成功する戦略も時とともに変わっていく。この考え方は、投資家に柔軟性と適応力の重要性を教えてくれます。個人的に興味深かったのは、行動ファイナンスやニューロファイナンスの知見が、実際の投資戦略にどのように応用されているかという点です。人間の心理や脳の働きを理解することが、より良い投資判断につながるという考え方は、非常に示唆に富んでいます。ただし、ここで一つ注意しなければならないのは、これらの新しい手法や考え方も、万能ではないということです。どんなに優れた分析手法も、それを使う人間の判断力や洞察力があってこそ、進化を発揮します。テクノロジーと人間の知恵をいかにバランスよく組み合わせるか、それが今後の課題となるでしょう。また、本書で触れられている倫理的な側面も重要です。ビッグデータやセンチメント分析を行う際には、個人情報やプライバシーへの配慮が不可欠です。投資活動が社会に与える影響についても、常に意識する必要があります。皆さんには、この講義を通じて学んだことを、単なる知識として留めるのではなく、実際の投資活動や金融市場の理解に生かしていただきたいと思います。市場は生き物のように常に変化しています。その変化に柔軟に対応し、新しい知識や技術を取り入れながら、自らの投資哲学を築いていくことが大切です。同時に、本書で紹介されている手法や考え方を鵜呑みにするのではなく、批判的に考え、自分なりの解釈や応用を試みることも重要です。金融市場は複雑で予測困難なものです。だからこそ、多角的な視点と柔軟な思考が求められるのです。今回の講義内容は、皆さんの今後の研究や実践の出発点となるものです。ここで得た知識をもとに、さらに深く学び、考え、実践していってください。金融市場の世界は奥が深く、常に新しい発見があります。この分野に興味を持ち続け、学び続けることが、皆さんの成長につながるはずです。そして最後に読書で勉強も大事ですが、美容と健康管理も大切です。なぜなら心身ともに健康であることが、充実した人生を送る上で欠かせない要素だからです。健康な体があってこそ、学んだ知識を生かし、夢や目標に向かって邁進できるのです。そこで、今日は健康と美容を両立させるための素晴らしい選択肢として、
ライザップ結果にコミットプライベートジムをご紹介したいと思います。ライザップは単なるダイエットジムではありません。健康管理に特化した総合的なサービスを提供しているのです。専属トレーナーによるマンツーマントレーニングが特徴的で、これまでダイエットやジム通いが続かなかった人にとってまさに救世主となるでしょう。トレーナーがあなた専用のプログラムを作成してくれるので、効率的かつ効果的なトレーニングが可能になります。ライザップの魅力は無理な食事制限がないことです。食べられるダイエットというコンセプトのもと、健康的に痩せることができます。これによりリバウンドしにくい体作りが可能になるのです。食生活やメンタルのマネージメントにも力を入れているので、単に体重を落とすだけでなく総合的な健康増進が期待できます。トレーニングは1日50分、週に2回という無理のないスケジュールで行われます。忙しい現代人にとってこの時間配分は非常に魅力的です。また完全個室のプライベートな空間で行われるので、周りの目を気にすることなく自分のペースでトレーニングに集中できます。ライザップの大きな特徴として30日間無条件全額返金保証があります。これはライザップが自社のサービスに自信を持っている証でもあります。まずは無料カウンセリングを受けてみるのもいいでしょう。専門家があなたの目標や現在の状態を詳しく聞き取り、最適なプランを提案してくれます。ライザップのアプローチは単に体重を落とすことだけを目指すのではありません。理想の体を手に入れることで自信を取り戻し、人生をより豊かにすることを目指しています。多くの人がライザップでのトレーニングを通じて外見だけでなく内面も変化させています。自己肯定感が高まり、仕事や私生活でも良い影響が出ているという声も多く聞かれます。ライザップの効果はテレビ CM でも話題になった結果にコミットするというフレーズに集約されています。単に努力するだけでなく確実に結果を出すことにこだわっているのです。これはダイエットや健康管理に挫折を繰り返してきた人にとって大きな希望となるでしょう。ライザップのプログラムは科学的根拠に基づいて設計されています。最新の栄養学や運動生理学の知見を取り入れ、効果的かつ安全なトレーニングを提供しています。また定期的な体組成測定や血液検査なども行い、客観的なデータに基づいてプログラムを調整していきます。さらにライザップは単にトレーニング期間中だけでなく、その後のアフターフォローにも力を入れています。トレーニング終了後も定期的なカウンセリングや食事指導を受けることができます。これによりせっかく手に入れた健康的な体を長期的に維持することができるのです。ライザップのサービスは年齢や性別を問わず幅広い層の人々に支持されています。若い世代からシニア世代までそれぞれの目標や体力に合わせたプログラムを提供しています。また女性向けのプログラムも充実しており、美しいボディライン作りや産後ケアなど女性特有のニーズにも対応しています。ライザップの魅力は単に体を変えるだけでなく生活習慣全体を見直すきっかけを与えてくれることです。食事、運動、睡眠など健康的な生活に必要な要素を総合的に学ぶことができます。これらの知識はトレーニング終了後も自分の人生に生かすことができるでしょう。またライザップは単独のジムではなく全国に多数の店舗を展開しているチェーンです。そのため転勤や引っ越しなどで生活環境が変わっても継続してサービスを受けることができます。この点も長期的な健康管理を考える上で大きなメリットとなります。ライザップのトレーニングは単に体重を落とすことだけでなく筋力や柔軟性の向上、姿勢の改善なども目指します。これにより日常生活の質を向上させることができます。腰痛や肩こりの改善、疲れにくい体づくりなど健康面でのメリットも大きいのです。さらにライザップでは最新のトレーニング機器を導入しています。これらの機器を使用することで効率的かつ効果的なトレーニングが可能になります。またトレーナーが正しい使用方法を指導してくれるので初心者でも安心して取り組むことができます。ライザップの魅力は単に外見を変えるだけでなく内面からの変化を促すことです。トレーニングを通じて自己管理能力や目標達成能力が向上し、それが人生の他の面にも良い影響を与えるのです。多くの人が
ライズアップでの経験を通じて人生の転機を迎えたと語っています。気になった方は概要欄のリンク先から詳しい情報をご覧ください。以上で講義を終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。